ジ準備 OK。 はい、大使さんも準備 OK ですか？ OK ですか？あ、はい、はい、じゃあ準備をお願いします。はい、お待たせしました。それではですね、 P4U2、アーケードバージョン、タキチ・マーガレット対コイチャイギス10先マッチ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では注目の第1戦目ですね。はい、幕は先にチャンスをつかんだのは小市の方、バンビアチに落として奥攻め、通常攻撃で固めてオルギアゲージの時間を回復していく。集団がしっかりガード、ここでジャンプシーで崩して再度奥攻め状況へ。さあ、画面端から出れないところを金パスで切り返していく。逆切れ、ここで覚醒、めくらしっかりガード、大盾放してからワンモアパスでフォロー。元気いっぱいだぞこのアイギス。 2B の暴れ潰し、あれ食らってしまうとね、相当いいダメージが出るので危ないところですよ。さあ、 SB メギドからラジカルで拾っていつものコンボ、タントルで奥攻め、クイックエスケープでは避けられない内容でしたね。さあ、1ラウンド目を取っていたのはコイチアイギス。さあ、2ラウンド目は中段しっかりガード、弾の打ち合い、ここでタッチがカウンター、バーストがないアイギスなのでこれはアマンジで受け入れるしかない。中段で崩す、ダウンを取って逆切りで切り返す。さあ、いいダメージを取ってから中央の攻め、下段しっかりガード、逆切れ、暴れを読んだか、まあ、覚醒に入る目的もあったんですよね。おお、盾やり、いいダメージ。さあ、 25% を残した意図はどこにあるんだろうか。ここはメギドの着地の隙にしっかり 2A を差し込む、ここしっかり完走、2ラウンド目取り返していく。さあ、ファイナルラウンド、頂点をつかむのはアイギスの方、ガードが硬い、ガードが硬い、崩れない、ここでようやく崩れたところですが、崩しにオルギアゲージの大砲を用いてしまったため後が続きませんね。さあ、オーバーヒートしてるところのアイギスですが、マーガレット側の 2C をちゃんと立ち絵で割っていきましたね。キャラ対策。さあ、アイギスの攻めが終わらない。バンドラジャンプし、こういう甘いはしっかり潰していきますね。ここでまたバンドラ弾打って、弾打って、弾切れ、こいつさん弾がない弾なしアイギスやばい、落として、さあ、ゲージがいっぱいあるぞ、マーガレット、あーバーストがないアイギス。これはコンボをミスらなければ失敗している。8の倍数でしっかりヒット数を管理してから発想飛びを当てて最大ダメージを取っていきましたね。さあ、1本目を取っていったのはマーガレット、弾さえあればというところだったんですが、前半から押せ押せでね立ち回っていったので後半弾切れしましたね。
このラウンドも初手を取っていくのはアイゲスの方。中段必要な中段で崩しはしましたが、オルギアゲージが空っぽになってオーバーヒートしてしまう。ここは通常モードで固めて時間を稼ぎたいところですが、ここで弾を使ってしまうとまた後半困ることになりそうだぞ。これは暴れ潰し。さあ中央の立ち回りからタッチが空中カウンター、これは痛い。落として奥攻め、下段が通る。ここはバスト覚醒には至っていないので危ないところですが、無理やりオリオンで覚醒、ゲージを 50% 使って無理やり体力を増やしていきましたね。さあ早い段階で D やりから落として、おお通常モードでの中段、これは通常モードで殺しきれる判断、これはいい立ち回り内容でしたね。さあ1ラウンド目を取ったコイチは2ラウンド目開幕で 2D カウンターを食らってしまう。マーガレットのこの怪しげな画面足の攻め、ペルソナがね攻撃がだいぶ本体とかけ離れたところから襲ってくるのでかなり面倒くさいんですよね。中段下段 2A なのでここは安いですが着実にダメージを稼いでいきますね。さあ 2A に対して大盾、これがスーパー系ロボットコイギスの立ち回り。弾を打ってマーガレットにはゲージがたっぷりあるぞ。空中だけワンマンバーストに対してオーバー、これうまく噛み合わせましたね。さあ初手を掴んだマーガレット、画面端でコンボミスと見せかけて空中投げでフォローしていきましたね。さあ一気にアイギスの体力は残り2割を切ってしまう。これは 2B カウンター指導なのでコンボを見せらなければしっかり殺し切っていきますね。さあこれでダギスさんが2連勝。はい、タヒさんは第2絶対王者ですね。そうですね、小石さんここに来るまでに指を怪我してしまったらしくて指に絆創膏を貼ってね戦いに参加してるんですけれども、まあスーパーゲーロボットの小石はいつも通りの立ち回り見せてますね。さあ第3試合目パンドラ、パンドラシード、おお、これはかなりいいのが入りましたね。ゲージがなんかもう 60% を超えましたね。これさあこのねジャンプシーで突っ込んでくる行動、カウンターしてしまうと相当いやらしいですね。タッチ判定は強い、ペルソナ部分が無敵なので判定は相当強いですよ。さあ足払いからミニジャンプ、オルギアモードでないはないんですが通常モードでもオルギアモードみたいな攻めを展開してきますね。さあ 2B カウンター、この嗅覚空中だけしっかり抜ける方も抜ける方だけど、さあお互いゲージがかなり豊富になりますか。
通常投げ、これはまあ無理はしない、安定コンボでしっかり殺し切ってきますね。足払い、六側から割ってきましたね。中段で落として、ジャンプ B が空中ヒット。お、これは大盾、画面足を脱出。パンドラで攻めのきっかけを作ってから中央段カウンターヒット、まあ、ジャンプ B 指導なのでそこまで痛くはないんですが、まあ、覚醒手前で落とされてしまうとバーストを吐かざるを得ないですね。さあ亀足、オーバーヒートのアイゲスですが、通常モードで固めて時間を稼ぐ。さあマーガレットのゲージは 150%、 タッチがカウンターヒット。ここはバーストを使わざるを得ない。パンドラで画面足を脱出、ラストラストじゃない、戻した。さあ捕まえて落として、これはコンボミスらず空中 SB を立てて殺し切っていきますね。はい、これで 2-1 ですね。小市さんが1本取り返して 2-1 です。そうですね、こいつさんのアイギスはオーバーヒートしまくってるんですけれども、これはあれですね、あのエボ用に家庭用をやり込んでいた弊害ではなく、これはこういうゲーム、これはこういうゲームらしいです、うん、通常時で頑張るっていう感じらしいですね。オーバーヒートになるのはもう織り込み済みの戦法らしいです。さあ通常モードで、本当に通常モードで殴り合ってきますね。さあ投げる、空中投げ抜け潰しの西がフェイタルしたんですが、コンボミスがこれはもったいないが、まあ、マーガレットの体力は半分を切っているので、まあ、アイギスの火力ならワンコンボ圏内といったところですが、マーガレット側バースト使ってここで覚醒、立ち A でアイギスのペルトナキを割ってキャンセルでフォローしてきましたね。さあジャンプ B 引っ掛けて、これはまさかコンボをミスらなければ、完璧超人。8B カウンターヒット、オルギアになって画面当ての攻め、投げは抜けていく、メギドが引っかかって、ここは同技で安定性を落としていきますね。さあオーバーヒートになっても構わないという形で攻め切っていく。さあ大盾、時間を稼いでいきますね。画面当てに落として中段 F 式、 F 式中段っぽいですね。さあ逃げて拾って、おお通常モード本当に頑張れる。ここで一旦距離を取る、ジャンプ B 判定が強いですね。下の方にかなり判定が長いので、アイリスの空中行動の中でも割と信頼のおける技ですね、ジャンプ B。 さあこれは開幕からいいダメージが出てしまう、落として、画面味、さあこのオルギア中の戦面のガード率が半端ないですね。でオーバーヒートでの戦面、通常モードから画面味のコンボでゲージを使って最後画面味、これでアイギスの攻めのターンのままオーバーヒートが終了しましたね。確かに理にかなった内容なんですよね。ここで SB チェンジを用いていく、ここはたまらずバースト、ここで遠距離でのバンドラに対してここ使ったってワープして反撃、
引いていく、鋭い めくりに対して最大のリスクを与えてきますね。さあ信じられないキャラ対策の量、タキチさんこれで3勝目ですね。はい、では続いて第5試合目、さあ遠距離での弾効果的に用いてオルギアンモードで捕まえていきますね。さあめくりジャンプ A で崩して、ここはコンボミス、ですがこのスーパーゲーロボット何事もなかったかのように補正切りしていきますね。さあパンドラ使って置き詰め、クイックエスケープで抜けて中段しっかりガード、オーバーヒートを空中投げて掴んでいく、めくりたく、これはマーガレットは覚醒しているのでゲージ 50% 残していきましたね。ウォーリオン、ここは空中逆切れで反撃確定ですね。まあ、他のキャラだったら回避不能になるところなんですが、マーガレットは空中でも逆切れ出せるのでオリオンは確定しませんね。さあワンチャンスを見逃さないコーチが1ラウンド目を選手、パッチピー空振り、パッチピーですね、これはいい差し込み、逆切れパンドラ、さあオルギアモードはゲージが半分以上あったので果敢に攻め込んできましたね。落として通常モード、ジャンプに B はしっかりクイックエスケープで抜けていく、めくりはガード、ここまでガードを設定されると崩しにもさらに大幅に踏み込んだタッグを取らなきゃいけなくなるんですが、こういったタッグをすると 2B カウンターが待っていたりとかしてとんでもないんですよね。タキチさんのこの防御能力、ここはパスをゲージが 120% あるのでこの 2B ですね、かなり怖いんですが、アイギスがそれでも攻めないとアイギスの強みを発揮できないのでかかり攻めていきますね。さあオルギアリ崩す、これで 3-2 ですね。いい勝負になってきましたね。受けて回ります、はい、さあ続いて第6試合目、開幕ダッシュ投げ、アイギスってダッシュ投げするもんなんですね。開幕にお、ガード、あのアイギスオルギアモードなんですけど、なんでそんなにガードできるんですかね。素晴らしい集中力、さあ 2B 対空、タッチ B カウンター、これはわざと B チェンジで戻ってオーバーヒート半分で済ませましたね。さあもう一回ゲージマックスからオルギア、これはバーストがもったいないバーストの使い方だった。落として覚醒めくりたく、これは無理ですね、この強力な崩しはちょっと人間の目じゃ判断できませんね。
さあこのラウンドも頂点からペースをつかむマーガレット 2B がノーマルヒット。これはゲージが足りないのバーストを使ってしまう。いや一連のいい流れで開幕からの流れそのままで押し切ってきましたね。まあ、まだ中盤戦になりかけというところなので、まあ、2人にもまだ余裕はあるでしょう。さあここまでの流れをどう生かすかですね。さあ 2A で触って中段で崩す。投げは抜けていく。タッチカウンター、これは空中カウンターだったのでコンボ判断がかなり面倒くさそうでしたね。ジャンプシーンカウンター、これはいい判断だったんですが高さが面倒くさかったですね。見たことないコンボ、まだ殺しきれない。投げ抜けていく。マーガレット、おー怖い、この技の振り合い。マーガレットにはゲージがたっぷりあるので怖いですよ。あここはバースを使っていく。おー、まあ、残り一発圏内だったのでバーストを耐えるかなと思ったんですが、ちょっと流れを持って行かせないために使いましたね。ジャンパシー重ねて攻め、ここはずらつぶしですね。投げ抜けつぶしの空中バックダッシュジャンプシーに対してクイックエスケープで避けて立ち入れ反撃入れてきましたね。さあ中央の攻め、パウンドラ使ってタチリーが空振ってしまう。逆切れ、体力上下は五分といったところ、クイックエスケープ、ボコスカしっかりガード、普段見せない崩したくなんですが割と用いていきますね今回は。下段が通る、これは足払い指導なので早めにバーストしないと死んでしまいましたね。さあ投げで崩してダッシュで画面を押してから中央のコンボ、バートラが引っかかってしまう。名義の空振ってしまうと 2B で最大反撃、これはバーストしても意味がないので甘んじて受け入れていきますね。さあファイナルラウンド、マーガレット側にはバーストがないのでこのラウンドは何としても取っていきたいところですよ。こいつアイキス、ここで早めにバースト、バンドラを見てからボコスカで反撃入れて、これは痛いぞ。しっかり中央でダム取っていく、立ち上がれ。さあ中段で崩す、ここはチェンジで B チェンジで戻る、オーバーヒートしてわざとオーバーヒートしてます。また通常モードで固めて、ここからオルギアになれるぞ。通常モードのコンボ、マーガレットは覚醒を選択。さあゲージが 150%、 こいつにはこいつアイキスにはバーストがないので一発も食らえないぞ。おお、さあどうなる、おジャンプ B が通常ヒットから、これはコンボを見つらなければ完璧なコンボ選択。いやー、ワンチャンス逃しませんね、タヒチさん。
さあ、タヒさん、これで5試合を取ったので残り半分ですね。さあ、第8試合目ですね、次が。ちなみにタヒチさん、直前までね、直前というかつい半月前までエコのために家庭用バージョンを練習していたはずなんですけれども、もうもはやアーツレポに向けてこの仕上がりなんでね、恐ろしいですね。はい、はい、失礼しました。配信をご覧の方、失礼しました。ダニエル固めて大立て目振りたく、ここはバースト入っていく。ジャンプリー右タイプ、ここバーストがまた空振ってしまう。まだ切りませんが、ここはフルコを叩き込んでいきましたね。逆切れ、しっかりケアしていますね。こういった安易な切り返しは許せませんね。タオルギアで無理やり崩して、見えますね、インジャンプ、おお、チェンジで戻るんだろうという1点読みの 2B カウンター。画面当てに落として下段ガード、グッテン、うわ、しっかりガーディアンクイックエスケープで抜けますが反撃が入らない。覚醒したアイギスか、空中に引っ掛ける、ここはアマンジで受け入れていきますね。さあ、これで 1-1。 いいえ、押し込んで画面端に押し込む、空対空ジャンプし、戻してジャンプ B 引っ掛ける、 2B で切り返して攻めてくるところに 2B タイプ、ジャンプ B 引っ掛けて画面足を背負わせる、足払い指導、ここが割と難しい。ミニジャンプで固める、通常モードを頑張ってオルギアのゲージを回収したところですが、空中だけで切り返す、中段チェンジ。はい、ですね、小市さんから、場所チェンジの要望が入りましてですね、今から 1P 側と 2P 側を入れ替えます。1回テストモードに入ってくれるんで、ということで1回テストモードに入るみたいですね。配信をご覧の方と、観客さん少々お待ちください。コートチェンジですね。はい、多くの広告ありがとうございます、ありがとうございます。銀座はですね、一応対策はしてるんですけれども、やっぱり発生してしまいましたね、申し訳ないです。なるべく早くね、対応できるようにコメントは見つつ実況してるんですけれども、また何かあったらぜひとも、早めに教えてください、よろしくお願いします。
はい、ではコートチェンジしましたので続き行ってみようと思います。今ね、6人現在6対2ですね。で第9試合目、タジビ怪しい崩しからダメージにしっかり落として、通常モードで攻める。さあここでパーソン使わせる。このラウンド、この体力差でも頑張っていきますね。めくりジャンプ G、通常モードでも相当いい崩し持ってますね。アギス、さあパンドラ 2A で潜っていく、ジャンプ C カウンター、アテナ置いていくところですがしっかり割っていきますね。さあアイギスがペルソナの枚数が半分になってしまいましたので、ちょっと気をつけなければいけないところ。バンドラ、ここはゲージ 50% 入って無理やりターンを作っていきましたね。相打ち OK で出したんでしょう。ガーキャンクイックエスケープから中央に逃れて空対空 2B に対してじゃめくりジャンプし、の残りカウントがそろそろ気になってきたところ、 2A が刺さる、ルーテンが外れちまう。ここはバンドラで状況を作りに行きましたね。さあジャンプし、しっかりガード中段で崩す。ここはパースを使いますね。さあしっかりガード、ガーキャンクイックエスケープでしっかりカウント見ていましたね。時間をタイムアップを利用してこれで、3対6ですね。はい、現在コイチさんが3試合、タヒチさんが6試合の、状況です。次が第10試合目ですね。さあ中盤戦、やっぱり強力なこのマーガレットもジャンプし攻めの起点になりますね。遠距離戦、空中ダッシュジャンプ C で触っていく、画面中央でも 25% 払えばこの威力、バースを使う、バンドラから無理やり触って B チェンジで通常モードに戻ってから触りに行きましたね。 2B 対空、確かに通常モードではなかなか動きの幅はあり、ないので、空中行動に2B 対空機能しますね。立ち切りで打ち落とす。さあここはアイギスのターン、中段ガード、中段ガード、ここで投げ暴れ、落とす、中段
ガチで対空でダメージを入れ替えていく。さあここは通常モードなので長いコンボと固めて時間を使っていきたいところですね。さあ大盾、ここで通常モードで SB チェンジですね。この早い展開での攻めのために 25% を用いてきますね。ですがマーガレットのガードが硬すぎてなかなか思うようにダメージ効率ははかどりませんね。さあこいつさんの方の作業量は半端ないんですけれども2B この一発を狙っている。パワースラーを2段目はカウンターヒット。さあ攻めていた方のこいつがなぜかバースを使わされているこの状況。まあ 2A 指導なので死にはしませんね。わざと受け身を取らずに時間を潰していきましたね。はい、ラウンドを取り返していく。ジャンプ C で降ってくる 2B 対空間に合わず、ここでペルソナの投げ、着地下段ルテンから、これは最大ルートなのか。ワンモアバーストで殺しきる、なんというコンボ判断。いやー、これがやり込みですね。エボからまだ半月しか経っていないはずなんですけれども、このコンボ判断精度とガード能力恐ろしいですね。宇宙最強はやはり。さあ試合状況は3対7ですね。を刺していく。2Bカウンター、触り合いの能力が半端ないですね。ジャンプ B、このワンチャンスを大事に生かしたいところ。ワンモバースト、ここは SB メギトで拾ってコンボミス。2B とジャンプ B が相打ち、ここは多いし次は見逃しませんね。さあ空中ダッシュ、ジャンプ B で触って 2A で崩していく。中段ガード、中段ようやくタフィッツさんが崩れるオルギアの攻め方見つけ出しましたかね。さあ通常モード、おお、タッチに対してクイックエスケープ、これ読まれてしまうと 2B カウンターが待ってるので、相当リスクのある選択肢なんですが、勇気のあるクイックエスケープ通していきましたね。さあジャンベール触る、めぐりジャンプ時しっかりガード、これは漏れてしまう。さあバルカンで時間を使っていく。こちらジャンプ B 近距離戦になったところですか、さすに B 置いてますね。さあここはバースター温存大事にいきますね。逆ギレを打ってしまう、ここでバーストしっかりとがめられると、おこれは 2B 対空フォローバッチリ。さあいろいろありますよこのゲーム、いろいろあります。
マーガレットもね、コンボが簡単な方の部類のキャラではないので、いくらタキシさんといえどもミスることはありますね。クータイクジャンプ B を引っ掛けて画面端のコンボ落として逆ギレ、さあタッチし空中カウンター、触り方がうますぎる。これで3対8ですね。次が第12試合目、10先マッチは10連勝しても絶対10試合は連続で行うので長期戦ですね。さあここまでの経験則がどう生きるところか、注目ですね。立ち、そして下段は崩れない、中段崩した後にコンボミスしてしまうと相当もったいないですよ。F 式中段、これはもう人間で判断できないレベルの崩しですね。もう大立ちにノーキャンから投げ、すごい選択肢、空中足ジャンプし、ここはゲージを吐いていく、覚醒手前だったのでゲージを吐いて無理やり最大ダメージを取っていきましたね。ワンダーパーフを使えばもしかしたら殺しきれるんじゃないかなっていうところだったんですけれども、ちょっとコンボ判断さすがにとっさには間に合わなかったんでしょう。さあ片目投げで無理やり崩す、マーガレットは 150% あるので怖いぞ、これですよ無敵が長いこのパワースラッシュさあパンドラで無理やり触りに行く、空中戦 2B カウンター、これは画面端に落としていきますね。2秒空振る、さあ遠距離戦、このジャンプシーンに対してリーチの中にタッチで迎撃していく、ここ反応間に合わず足払い置いてある。ここは大立てで画面端に連行してから中央へ2B ダイク、さあどうなる、サンドラからうわー着地投げ、これはちょっとぐちゃりましたね。バンドラに対して 2B、 これは間に合わず、お互い空振ってぐちゃぐちゃになったところを大立てを放していく、もうこっちから反撃、そんな手段がありますか。さあ滝井さんゴールでリーチですね、3対9ですよ。さあ試合状況は3対9で田口さんがリーチをかけています。さあ初手をつかんだエギス、
オルギアモードでダメージを奪っていきますね。ピンバースを殺しに行く選択肢、空中投げ、空対空、ボンボンミス。これはもったいないんですが、いい方向に転んでいきますね。これがスーパーロボットコイギス。さあコイチの使うアイギスはリアル系ロボットじゃなくてスーパー系ロボットなので、あらゆる状況を対応するのは困難ですね。空中投げ、投げが通る、パンクラに空対空、立ち木、中央の殴り合いはさすがにマーガレットに分があるといったところですね。さあめくりジャンプに、これは見えない。お、空対空、空対空ジャンプ、ベンチからこれはいろいろ怪しいんですが、通常モードの固めはやっぱり面倒くさいですね。マーガレットが発生の技、速い技は持ってないので、アイギスの通常攻撃で固められるだけでもかなり厄介ですね。さあオルギアジャンプ行くのカウンター、さあチェンジでしっかり戻って画面足に落として行くと見せかけて補正切り、ここで珍しく逆切りで打っていく、 2B 空振らせて、さあオルギア、ここは反撃が難しい。万物の前にクイックエスケープをしてたので、フレーム的には何かしらで反撃ができたかと思うんですけれども、なかなかレシピがね、そんなには出てきませんね。さあ空対空、まあそういう選択肢、ここでバースを使ってしまう、パントラーからバースを使わせる、足払いジャンプ B めくり、しっかりガードできる、あれをパントラーお茶を逃がしていく。さあ残り4カウント、大立て、さあ時間を使ってきましたね。はい、これで4対9ですね。ここからまくれるのか、これが第15試合目ですね。立ち入れ割っていく、こういったキャラ隊は随所で見せていますね。まあ、あれを止められないとマーガレット戦はね始まらないところがあるんですけれども、通常モードでも痛いために取ってきますね。さあこれで自分で逆切れをして体力をちょっと減らしてから覚醒していきましたね。マーガレット側はゲージが 100%、 足払い、ちょっとずつでも体力削っていきますね。大立て、クイックエスケープで避けていく、さあ中央の触り合い、さあオルギアンボードのアイギスといえどもマーガレットの対して空間に攻め込んでいくのは危ないので様子見が多くなりますね。リビタイク絡ませて反撃は難しい、ジャンプシール突っ込んでめくり戻ってくる、ガード空対空、この能力、ガード能力本当に
構熱いですね。いいえ、しっかりガード。 2B カウンター。ここはゴッドを見てからしっかりバース打ってきましたね。はい、タイムアップが多くなってきましたね。ラウンド自体も、そうですね、マーガレット側が結構消極的な試合が内容多めなので、アイクスがもう無理せず内側を使っていく戦法のようです。さあ 2B カウンター、これを狙っているんでしょうね。マーガレット側無理をせずこの一発を狙っていく内容なんでしょう。これ美味しい、バースト使わせる。これはアイギスの火力ならオルギアでワンコンボ圏内といったところだが、ここでひねくりジャンプにはヒットしたんですが、コンボにはいけなかったですね。久大君、これはもう 2B カウンター。お互い疲れてきたのか、コンボミスがちょっと目立ちますね。これはしょうがないといったところ、バースは次のラウンドに持ち越しますね。開幕 2B オルギアから先頭取りに行く。 2B 引っ掛けてオルギアモードなんて痛いダメージ出ますね。タッチ、これはしっかり反撃を取り込んでいく。パンダロック攻め、クイックエスケープに対してしっかり足バレでとがめてきましたね。ここは黙らずバースト、空対空から通常コースなので2体コンバできないと思いきや、めくりジャンプし、しっかりガード、なんでガードできるのこの人。リミータイク、コイチがいい顔をしている。ここはバースを吐いていく。マーガレットにはこれはいろいろ怪しいんですけれども、コイチなんか取ってきましたね。さあこのよくわからない勝ち方もリアル系ロボットのなせる技。さあこれで5対9ですね。ああそうですね、スーパーゲーロボットですね。はい、完全にスーパーゲーロボットですねこれは。はい、クータイク落として中央の攻めめくり投げ抜けていく。足払いに前ジャンプ、立ち上が引っかかる。通常モードのコンボ、パンドレで落としてクイックエスケープ、読んで 2B でとがめていく。さあこれはコンボをミスらなければ、はい、しっかり殺し切っていきますね。さあ次のラウンドは開幕ベースを握っていったのはマーガレットの方、中段しっかりガード、落として、うわジャンプ G を空振ってから立ち、怪しい攻め方これ。 F 付き中段、これは珍しい暴発、足払い。さあ後半戦になってきて集中力が途切れてきたか。おおおお、これは痛いコモミス。これは最大ダメージを取りに行きましたが、さあこの判断どうなる。さあスニエが通る、大盾。さあオルギアでどうする。
ゲージが150パーあるので怖いぞ。さあどうする、上がリンパついてる、コイギス、あー撃ち殺しましたね。まさかこれはあるのか、まさかこれはあるのか。6対9までまくってきたぞ。延長しました、大丈夫です、延長しましたので大丈夫です。ただ銀座はちょっと試合中だと対応できないかもしれないんですけど、なるべく早く対応しますんでよろしくお願いします。さあこれで第17試合目ですかね。ジャンプ見て崩れる、通常モード、空対空飛ばせて落とす格闘ゲーム、バルカン打ってマーガレットの足を止める、そこから空対空打ってオールギアの痛いコンボ、判断もバッチリ。中段しっかりガード、ここへ来て流れを掴んできたコイギス、ジャンプしてカウンター。さあサーキスさんが若干攻めのチャンスを掴みづらい感じが出ますね。防御はかなり相変わらずなんですけれども、なかなか攻めのきっかけを掴みづらいような感じがしますね。落として、覚醒、これは理想的な覚醒の入り方なので生かしたいところ。 BB タイプを食らってしまったので、まあこのラウンドは完走していきますよね。立ち回りでは相当苦戦しているようには見えるんですが、この 2B タイプ、あるいは、それね、通常攻撃での一発をね狙う嗅覚で戦っている感じがしますね。曲がるとかこの一発投げからバースを使ってる、バルカン打って2タイプ、ジャンプシーンに対して2タイプで対応するんですね。高め足に落とす、高め足の代わり合い、これはバースはないので、あーこれはまさかゲージはたっぷりあるぞ、パワースラーまだ来てる、もうこれ中断はい、 P4U2、タキチマーガレット対コイチアイギスは6対10でタキさんの勝利となりました。ありがとうございました。